かすっげえなんかすっげえ敵で飛ばしたけど、結構中日の並び強くないか。待て待て、結構強くないか並び。ごめん、1番大島、2番ね今年最多の岡林、3番ここぞで打つ阿部、あちょっバーサスだ、やばい、4番ビシエド、5番マルティネス、強いやん。誰弱いって言ったやつ、強えじゃん。嘘つくなよ。おいおい、松葉でダメならダメだろう。まだいるぞ、高橋宏斗とか。なあ、大野雄大とか柳がいるだろう。心の準備足りてなくない？普通に。ほら、高橋宏斗来たやん。高橋宏斗もう強いだろ、これ。もう強いだろ、お前。俺が前ロッテでやってた時は、4月でだったからよかったけど、強えやん。無理だろう、チンタラすっからさ、ネオ投手も控えてるし。クソ強えやん、中日。全然弱くねえし。は？クソ強えやん。何、大野柳、小笠原、高橋宏斗、350ローテ。星350ローテとさ、ロドリゲス、マルちゃん、藤島の300超え中継ぎ。なんかあらゆる清水が初勝利してるな。なかなかないだろ、こんな素晴らしい日は。いいね、でもお互いのコメントがいいわ。次も頑張りますと、勝ち星はおまけみたいなものっていうね。まずはやっぱチームが勝つことよ。勝ち星、自分の勝ち星なんかおまけですと。チームの勝利が一番ですと。やっぱそれはやっぱ素晴らしいね。